いつでもあるということですね。たまたま会った、だいぶ先に来るだろうではなくて、いつ会ってもおかしくないという意識になりました。おととしの水害をこう振り返る園長の吉田源さん。栄幼稚園があるいわき市の内郷地区は、おととしの台風19号とその後の大雨で甚大な被害を受け、栄幼稚園も2度床上まで浸水しました。水害が2回受ける前まではここを最終避難場所に想定しておりました。幼稚園からおよそ500メートル離れた高台にある神社。幼稚園では長年この場所を水害時の避難場所としていました。しかし実際に避難経路を歩いてみると、もともとはこちらから神社に入る経路だったんですけれども、こちらご覧ください。こちら水路なんですけれども、今はこういう状態なんですけども、もう当日はもう溢れかえてしまって道路が川の状態になってくる。他にも危険が。こちら の下からも水が溢れてきます。だから子どもが通ると、多分水でね、濁流で足が取られてくると思いますし、こちらが上流ですので、それに逆らって歩くので、かなり の負担はあるのかなというふうに思います。おととし水害が発生した際は子どもたちが帰宅した後だったため避難は行われませんでした。しかし当時の様子から避難経路に潜むリスクに気がついたといいます。いわき市では順次ポンプ場を改修し、排水能力を上げるなどの水害対策を取っていますが、市内の広い範囲で被害が出たため対応には時間がかかるといいます。短期間に2度の水害被害を受けた吉田さんは、水害体験してみると、そこに行き着く道路の冠水を考えると2階に避難した方がリスクが少ない、そういうふうに幼稚園では判断しました。避難方法をこれまでの高台避難から園の2階に避難する垂直避難へと大きく変更。2階にある倉庫には避難した際に使うさまざまなものを備えました。水害があってからこちらですね、最悪避難できるように、避難用のボートがあります。周囲の水が引かなかった場合を想定し、3日分の水や食料も準備しました。一方で吉田さんは、安全な避難のためには日頃から子どもたちと避難方法を共有しておくことが大切だと話します。心構えを作るための避難訓練、防災の絵本だったりとかね、紙芝居があったりして、前もってっていうところが子どもたちにできるのかなというふうに思ってます。